都内の繁華街を走る広告宣伝車について東京都の条例による規制がすから強化されます30日から規制が改正されあのようなきらびやかな広告宣伝車は見られなくなりますこれまでの条例では広告面の照明の光を抑えるなどの規制を定めていますが対象は東京都内のナンバーの車のみでした。実際は 強い光を放つ広告宣伝車の多くが東京以外のナンバーであることから都は今年3月に全ての広告宣伝車が規制の対象になるよう条例規則を改正していました。